ましたけれども、まあ、無事夏時お姉さんの面目も保てたところで、あの皆さんにただただ私のストーリーが欲しいなと思って、おでね、こうマルゲ TV の皆さん、クイズも謎解きもすごいできるじゃないですか。いや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 まだまだですよ。みんな真っ赤なでもないから。私ね、謎解きお姉さん、サオリンと言いまして、オリジナルの謎を自分のチャンネルでいっぱい出してるんですけども、うん、まあ、謎を作るのも解くのも大好きなんですけども、一番好きなのが、自分の作った謎をみんなが解いてくれて、こう、はぁってなったりとか、わからんってなってる姿を見るのがもう、たまらん。はい、なので、まあ、ここでもね、出させてもらいたいと思います。たくさん持ってきたので、みんな解いてください。あ、早速出していきたいと思います。1問目の謎はこちらです。はい、おお、面白い。あー、なるほど、うん、あ、なるほどっていうかね、そのいや、好きですけど実験かどうかは別物です。そうだけど、解けてる感じじゃん。勝ち上がりましたからね、決勝まで。せやね、せやね。謎解きあるあるで、強く喋る人はあんま解けない。熟中に回ってしまった。そこに点々点ってあるじゃん。ってことは、あっちにはなんかがあって、うん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 、そうクイズの図が全とかね、うん、赤いの。おー、違う違う、バカにされた。おー、今ではいいでしょうか。はい、ではパネルオープン。正解です。すごい、いや、もうみんな正解、本当に優秀ですね。はい、そうなんです、正解はクイズです。ひらちょっと苦戦しました。ここはあの Z が赤いじゃないですか。言ってたでしょ。あの時にひらがなかった。 XYZ じゃん。そうなんです、このクイズの Z が赤くなってるんですけれども、ということはここの一番目の赤いところには Z が入るんですけれども、で、ずっと続くもの Z で終わるものって言ったらアルファベット順になってまして、XYZ となってて、この1,2,3 を拾うとクイズということで、クイズの答えはクイズというね、はい、ことになってました。いや、1問目らしい、いい問題。ありがとうございます。ちょっとまだ解きやすい問題かもしれません。もうちょっと難しいのもあったし、いや、もうこれぐらいで大丈夫です。次の問題はこちらです。じゃん、これは何だろうか。なんか、お、なんだ、お、え、あ、なんだ、なんだ、これもいいですね、いい問題。作っちゃダメ。いい問題ですか。嬉しい。いい問題ですね。嬉しい。これはちょっと目点がすごいですね。とても良い。わー、ももさんに嬉しいですね。あー、なに、ね、どの立場で審査員謎ソムリエちゃう。うわー、すげーな、こんなよくすごい。いや、考えれば考えるほどこれよくできてるものだわ。間違ってたりして。はい、ということで皆さんパネルオープン。お、ポテト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 、皆さん正解です。いや、でもさすがこの5人ってみんな正解すごいですね。チキンですね。あの、デコボコ見えるまで分かんなくて、でもデコボコ見えたらポテまで行ったじゃないですか。うん、だからポテがつくことはもうポテはしかないから、だからトが何なのか分かんなかったんだけど、あ、そっか、凹凸のコツの部分、そういうことなんです。僕、デコボコの凹凸ってあるんですけれども、それをね、あの、ぶっといカタカナと捉えたら、まあ、両方同じように表されるなと思って、そう、こういう問題にしてみました。ちょっと同じ記号しか使ってないところがね、すごい確かに、すげー。で、そう、デコの部分を横にするとカタカナのトに見えるということで、デコ、ちゃんとしたコメント。ありがとうございます。次の問題はこちらです。じゃん、はい、ん、三択となっています。そう、三択だ。なんだ。お、ちょっとやっとみんながこう明
これちょっと難しいな。悩んでくれてる。体の方向性は見えました。本当、うん、本当ですか。いいですね、いい顔してますね。ホルキャン、おお。でも、自信あるぞ。あ、じゃあ大丈夫、うん、ということで、皆さんパネルオープン。あ、正解、皆さん2番正解です。ほら、やりゃできるんだよ。上はね、わかりませんけど。そこまで言ったら決定ね。はい、はい、これ矢印がね、逆向きの矢印があるので、まあ、逆の言葉が入るっていうので、この漢字の部分だけを逆にして、見ている、見ているの反対は決定なので、決っている、蹴っているイラストになって、そして下の方は最高、る、最高の反対は最低なので、咲いているものは2番が正解でした。素晴らしい。分かった瞬間の気持ちよさ。まだまだあります。いや、すごいね、すごいクオリティ、嬉しい。次の問題はこちらです。あ、はい、いやー、逆に皆さんなら簡単になったりするのかな。あ、どうしよう、じじいとかはそう呼べるの。ひとまずいやいや、いい問題。なるほど、あ、なるほど、なるほど。こういうパターン、いろんなパターンがあるんですね。でもすごいな。そっかそっか、割とこれはオーソドックスというか、オーソドックスですね。でこういう系もすごい好きです。なるほど、でも見方をね、変えるという。はい、では皆さんパネルオープン。間違ってたろ。はい、すごい、正解です。なんかそろそろみんな悩みましたよ。本当に全部同じ顔を入れてみると、カジバのバカ、そして最後は漢字で顔を読んで力になって、カジバのバカ力という言葉が出来上がりますという問題でした。確かに解けはしましたけど、やっぱりこのカと力がまあ同じ形だってなんかみんなわかるけど、それをこの問題に落とし込めるのがすごいね。これをだってカタカナで書き表そうでまず思わないなんですよね。ちょっと難易度上げますよ。いきます。よし、問題はこちらです。じゃん。ああ、おお、これか、字がいっぱいありますな。字がいっぱいあるで、まあ、オーソドックスのパターンであるんですね。ああ、なるほど。これでいいのかな。めっちゃ綺麗。でも、あなそういうことか。ああ、すげえな。ああ、なるほど。あ、そういうことか。そういうことか。あ、そう、なるほど。っていうことはこうしたらいいかな。ね、でも今日関心しかしてないんで。はい。これでももう一個引っ掛けはないですよね。でしょ。引っ掛けはない。わかんないです。わかんないですよ。それはわかんない。わかんない。それでは正解はオープン。はい。いや、まあ、一発ポンマー。そっか、そう、右下、だから俺、左で、はい、アルファベットの Q 入れるっていう、ああ、そういうことか。右下には、平田さんだけ合格ならず。じゃ、俺感動してたのは、あの左から5文字目の木っていう字を普通に僕、蹴ってずーっと。これは毛抜きなので、毛を抜いたらいい問題で、平田の毛、カタカナの毛、漢字の毛を抜くんですが、そして答えっていうところのその毛も抜いていただいて、合格が答えるかぶりの、そういうことです。はい、嬉しい、引っかかっていただいて。一人ぐらい引っかからないとおかしいですよね。まさか日高さんだと思わなかった。では続いての問題はこちらです。ほら、これは、あ、これはひらめきなんで、ひらめけなかったら結構即答は難しいかなと思って作ってるんですけどね。
皆さんのマスター技力はすごすぎるな。これは可愛らしい。ここはちょっと普通じゃないですからね。最初に思いついたのはこれなんだけど、これ本当になってるのか知らない。これだよな。でもね、これだとちょっと違うんだよ。多分ね、しっくりは来ると思うんですけど、ね。僕はしっくりきましたよ。すごい。そう、無駄なく表してるからですよ。どこも。西洋と東洋のどっちなんやかわかんっていう、どっちかだけで考えてもいいのかもしれない。どっちかだけでもいいかもしれないです。羽なくても成立します。羽なくても成立する。俺羽がないと成立する。羽なくても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 成立する。正解です。本当に正解。はい、オメガ高い。オメガ高い。オメガが破壊してるという。そういうことか。なんでわかんない。なんか羽で上の方が高い。要するに天国に行くと標高じゃない。でも気が高い。オメガが高い。ずっとね、オーナーと。なるほどね。最初問題です。うわー、なんか、うわー、いやらしい。絶対いやらしいよ。絶対いやらしいよね。あ、え、あ、わかりました。おや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 。え、なんだこれ。あー、あー、はい、ありますね。四角があって、A、B があって、Q があって。いい問題だな、これ。でも、これどこする？ A が何とか。あ、A、B。あ、そうそう、それぞれ書けばいい。はい。でも、待ってよ、こういうことですね。あー、待ってよ。うまいっすね。いやー、もう最後までずっと納得してた。あー、なるほど。すごいだけど、一人くらい苦手な人いてほしい。しかもね、ここにこの問題持ってきてくれたっていうね、すごい思いやりを感じますね。確かに。では行きましょう。答えをオープン。皆さん正解です。すごい。これみんな正解すごいです。結構出してきたんですけど、難しいって言われるんですけど、はい、上と下両方カタカナのろくろとひらがなのろくろになるんです。そして A と B にはこの数字に紛らわしていた3に見えるろうと7に見える空が入るというのが正解でした。車編と迷ったんですよ。そういうことではない。これも追いついた時気持ちよかったですね。ろくろとろくろもなんかね、四角とこの不等号みたいなの以外数字っぽくいけるなと思うんで。数字を言おうとするとね、下の数式が矛盾しちゃいますから。そうなんですよ。この時数字。なるほど、すごいな、みんなプロの目線。はい、ということで問題以上です。いやでもちょっと物足りないな。もっと解きたいな。何？もっと解きたいな。解きたい人はサオリの謎解きチャンネル。持ってかってか。なるほど。一本取られた。全問正解したのはね、佐久堂さんだけ。ああ、そうです。あ、すごい。さすが。ああ、そうです。さすがマスター。さすが。謎解きお兄さん。そう、謎解きお兄さんとしてこれからね。初代。やっていく。初代ね。これは初代です。いやー、すごい。本当、解くしかできない。作るのは全然できない。お目が高いもんね。一番にさっといけてたから、相性がいいのかも。すごい。もうだって、私の高笑いを引き出したのは、なかなかないです。初めてです。あれはですね、気持ちが悪い。天使に見えたんですけど、横には悪魔がいます。